い、どうも皆さんこんにちは。フリーランスフォトグラファーのまさきです。今ですね、シャワー終わったばっかりで、なんとなくね、急遽、カメラ回していきたいなと思って今急遽回しております。話す内容としてはですね、僕はこの3つを意識したら写真が上手になったよっていうのを、皆様にね、お伝えしていきたいなと思います。自分で言うのもあれなんですけどね。はい、すみません、失礼いたしました。ではですね、改めて、本日の話題ね、僕が、この3つを意識したら、写真が上手くなったよっていうのを、お話しさせていただきたいと思います。まず一番初めはですね、ちょっと、いつもだったらポートレートとか上半身から上を、上半身上からこう頭のところちょっとまで、撮るっていうのが、結構皆様やってると思うんですけども、それにね、なんかマンネリ化する時があるんですよね。もちろんそれも撮ってすごく素敵だなとか、ちゃんと表情とかも撮れてね、モデルさんの、素敵さをこうちゃんと表現できるっていうのはもちろんとてもいいことなんですけども、なんかそれにマンネリ化する時があるんですよ。実際自分も最初そうだったので、そういう方たちにとってはというか、そういう方たちにとってはね、ちょっとだけ引いて周りのその空気感を、伝えることを意識する。でもう一つは光の意識をする。なんか光によっても、順光逆光とか、サイド光とか、トップ光っていうのかな、上からこう、今だと自分もちょっと結構トップ光なんですけども、まだ照明とかがないんでね、トップ光とか、そういういろんなね、光とかがあるんですけども、そういうのを意識する。で、例えば、順光だったら、ちゃんと顔がねはっきり、映るけども、真っ昼間とかだと、順光とかはね、結構強い光になっちゃうので、真っ昼間だとね、なのでそこを、例えば木漏れ日とかを探して、あんまり光が強くない、顔に当たる光が強くないところを探すとか、あるいはその日陰とかですかね、曇りとかあったらね、こう光が拡散していい感じにはなるんですけども、お昼でも。ただもう真っ昼間でその太陽がもう真上にある時とかは、人によるけど自分はあんまりおすすめしないかなっていうところですかね。なので自分撮影する時も大体、モデルの皆様とかの夢を見てくれてたら分かると思うんですけど、大体夕方とか、頑張って早朝とか、でも自分結構夜型人間なので、あんまり早朝は撮影しない、よっぽどのことがない限りみたいな感じですね。でも光の話とかをするとね、もう本当に長い動画になってしまうので、その光の話はまた別動画に出しますので、よければそちらご覧ください。で、その2つ目が、光の意識をするでしたね。で、3つ目が、その写真に差し色を入れる。例えば、結構ね、この夏の時にね、結構流行ったのが、夏のお写真って言ったら青空があって、緑があってみたいな感じじゃないですか。で、その時にモデルさんに着てもらう服を赤にしてもらって強調させるとか、あるいは結構もう皆さんもやられてる方いらっしゃるんですけど、スイカを持ってもらったりとか、あとはその傘、赤い傘とかを使ってもらう、持ってもらうかとか、そういうのがお差し色っていうんですね。その強調する色を入れるみたいな、そうすることによってこう被写体が浮き立つんですよ。なんかここにそこに視線が行って、パッと見、このインスタグラムとかだとちっちゃい四角いじゃないですか。そこに青空で緑だけど、そこで例えば白いワンピースとかの女の子がいたら、白なんだなっていうふうに、みんなと同じになっちゃうんですよ。なので、そこを白いワンピースではなくて赤いワンピースを着てもらうとか、あるいはなんか他の差し色、自分だったらね、赤い傘とか、スイカとかをね持ってもらったりして違う色を入れてたんですね。でもここの写真を見てもらえば分かるんですけども、例えば、じゃあ一番簡単に言うとこれ、かずみさんの写真ですね。
まあ、こういうふうに青空で、まあ、海きれいな感じで、こういうふうにあえて赤色の服を着てもらって、まあ、着てもらうとすごいいいし、でここもね赤色の傘を持ってますね。こうすることによってね、また皆さんとは違うお写真になっていいかなって思います。今自分のね、この中でお気に入りの写真がこの辺ですかね。なんかちょうどね、可愛らしい雲、もくもくした雲がね、あって、なんかいい感じじゃないですか。なんか、まあこれが一番お気に入りかなって、この日の時はね。あとはですね、ここかな、ここじゃなかった。ですね、イオン、ヤホン、カリンちゃんとのペアだけども、この時の、例えばこういう風にね、緑色、まあ、古民家で撮ったお写真なんですけども、こんな感じでね、まあ、先ほどの、一番初めに言った、奥行き感を出す、ちょっと引いて、まあ、周りの雰囲気を見せるっていうのがあるじゃないですか。そちらがこの写真で、まあ、普通にね、顔をドーンって撮ってももちろん可愛いんですけども、こんな感じでね、もちろんこういう風に顔をドーンって撮るのも可愛いんですけども、そこをあえてちょっと一歩引いてこういう感じにするのもね、すごくいいなと思います。でこの中にね、さっき自分が言った3つが入っております。1つ目 の、 そのちょっと引いて周りの空気感を伝える、まあこれだとね、ちょっと引いて、まあ、古民家にいるんですよって。で、2番目がその差し色、差し色がこの、まあ、スイカの方ですね。これ多分ね、スイカなしで見ると、まあ緑、古民家で、まあいい感じにはなるんですけど、スイカがあることによって結構なんかそのまあいい雰囲気になると自分は思います。で、3番目の光を意識する、これがですね、そのこれチンペちゃんっていう方なんですけども、チンペちゃんのおでこら辺の後ろの方にこうやって光が滲んでるの分かります？これがね、実はポイントでございまして、から、まあ、これ逆光で撮ったんですよ。まあ、こういう風にこれ順光で撮ったらこういう雰囲気にはならないんですよ。順光で撮ったらもっと光が強くって、こんなふんわりしたお写真にはならないです。順光で撮ったからこういう風にふんわりになった。なんで、まあ本当に、撮る用途によって光とかを意識するといいと思います。まあ、ポートレートで顔中心的に撮るんであれば、まあ、もちろん順光とかそういうのでもいいんですけども、まあワンランクね、まあいい写真を残したいっていうんであれば、まあ、そういう顔ドーンとかだけではなくて周りも意識してみるといいと思います。はい、では簡単にですね、まとめると、まず一つ目はちょっと引いてみて周りの空気感を伝えること、二個目が光を意識すること、で3つ目が、写真に差し色を入れることですね。僕はこの3つをね、意識したら結構いいかなって、まあ自分でいいのもあれなんですけど、前のね、去年の冬ぐらい、もう今は10月、今は9月の6日とかなんですけども、まあ去年の冬ぐらいからはね、そういうのは全然気にしなくって、結構顔を中心的に撮る場面が多くって、まあ、自分もそれをその3つをね、なんかこう意識してみたら、前の写真がもうちょっとこうすればよかったかなっていうことを感じることが多々あります。なので、まあ皆さんもね、こういう風にちょっと普段撮る時に何かしらちょっとだけ意識してみて、撮ってみたらいかがでしょうか。もしね、皆様から何か、ご質問とかがあれば、受け付けておりますので、まあ、コメント欄でもいいし、直接ね、インスタのリンク貼っておきますので、インスタの方で DM くれても、構いませんので、もしよければそういうところもね、次回の動画のネタにして、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今日はこの辺までで、また次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。